人生は不平等だと考える人がいる。最初に与えられたもので行きつける場所が決まってしまうからだという。悔しいか小僧、自分が最弱だってことが。ならその悔しさを捨てるな。そいつはおめえがまだ諦めてねえ証拠だ。自分ってやつをな。大丈夫、僕も必ず勝つよ。一輝は勝負に関して必ずなんて言葉を使うタイプじゃない。私の前ではずっとかっこいいあんたのままでいなさい。